はい、じゃあちょっとね、はい、カカオチャンギの対局で、はい、観戦してたら、はい、チャン軍チャトルがノートに決まった例があったので、はい、じゃあ実戦でご紹介しなきゃ。カカオチャンギ、ね、対局者同士がね、プロの棋士なのかアマの講談師なのか、そこら辺はちょっと分かりません。分からない。ニックネームでやってるからね、ただちょっと手順が面白かったので紹介します、うん、はい。でね、これまあ珍しく駒柱って言うんですかね。あ、そうですね、将棋でいうと駒柱って言うんですね。チェスとかシャンチーでもそうなの。シャンチーであまり聞いたこともないし、見たこともない。チャンギでもね、珍しいんですよ。王様の元の位置がここから、あ、そうですよね、ここが空いてるんですよね。だから下がるなり、ここがここに来るなりしないと、なかなかならないんですよ。ちょっと珍しい形やった。そうですね。で、今、全ての駒がここにあって、まだ駒の損得はないです。取られてないですね。はい。それで、今これ、ソの手番ですよ。そうね。はい。で、このソの人が何をされたかって、ソは先手番だからやっぱ攻めに行きたいですね、序盤としては。でね、この浮いている兵を狙いに行く。ああ、なるほど。はい。これを狙いに行きました。はい。で、これを、例えばなんか、ここ並みならこうやるとか、こうやるとかしてもいいんだけど、なんかね、これが浮いちゃうっていうか、嫌だったんですね。それでこれがまた飛車取りになってくるでしょ、あとで。だからこれのお前これ取るんだったら俺こっちに行くよって。ああ、見捨てたんですね。これを取って2枚替えして、ああ3でね、うん、これをここを取ってやろうってのか。なるほど。そういう風な、はいはいはい、それでこっからはまっていくんですよ、勘が見事に。なるほど。まず茶取りです、これで。はい、茶取り、こっちです。ああ、こっちにいました。はいはい、なるほど。はい、これ、茶は逃げないとしょうがないんですよね。そうですね、横に逃げる。はい。そしたら、さっきの例になりましたけど。そうですね。あら、まあ。そうなんです。あら、まあ、そうか。だから、茶取りを見せて、本当の狙いの茶取りはここにあったわけですね。なるほど。だから、そうそう。それ、これ下がったとしても、こうなって同じこと。あ、そうか。なるほど、うん、そうか、うん、そうか、そうですね、うん、そうか、同じだ。だからちょっと戻してみましょうか、はいはい、このところで見事に決まってるから、はいはいはい、あ、だから、こうやったんだけどってことね。そうそう、こうやった時に、うん、これでもう準備段階は完了なんですよ。本当の狙いはここにあるわけ。そうか、参ってますね。そうか、派手ですね。これはもう、うん、なるほど、しょうがないから、まあ、実際は、はい、実戦はここに行くと。ここに1個ずれたら、こうやって、で、これはしょうがないから、こうするしかないじゃなくて取られちゃった。それでまあ、不幸中の幸いとか、どこか聞いてたから、釈放交換にはなったんですけど、それでも13点と7点ですからね。大きなダメージです。でね、この層の人が欲張りっていうか、こっちの茶を狙ってるんですよ。まあ、まだこれをこうして。で、こっちはね、こが悪い位置だから、一回こっちに入りました。そしたら、これでまた狙っていくわけです。あ、もう一回。これがまたね、窮屈なんですよ。そうですね、逃げる場所が、ね、ここかここしかない。うん、で、とりあえずここ気持ち悪いでしょ、なんか。まあ、そうですね、そうですね。で、こう逃げた。逃げた。そしたらね、またこう来るわけですよ。これこういう風な手を狙ってんだな。そうそう、俺じゃもうこれたまらんぞと、でこれ、馬をどかさないと、狭いですよね。でこれ象効いてるけど、まあ、もうしょうがないと、これ茶2つとも取られちゃうぞと思ったわけ。ただああ美味しくいただきますと、はい、まあ、取り返すんだな。取り返しました。それでこっちは茶がこっちに行きます。こういう言われてるな。で、ここ来られたら金湾から子が下がりました。はいはいはい。そこで、こっちも子が一回戻ります。ここら辺は少し落ち着いたかなと思ったんですけど、だいぶ駒損ですか。こうしてこれ、何だか分かります？この手の意味自体、これ自体じゃなくて、その3手先ぐらいまでを考えた手なんですよね。なんだろうな、これ3だって。そうそう、それでこうがこうかな。そう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 、そういう感じです。で、この人は、こう馬をね、あ、道を開けた。はい。シャンチーでもよくそうですね。なんだろうね。
で計画通り3月、うんうんうん、これはさ気をつけないと分かりますよね。そうですよね。これ次本当に大変なことになってしまう。逆に取られちゃうから。だからこれを察知したんです。引いた。逃げました。はいはいはい、ね、うん、でこれは上がりました。うんうん、これ取りですね。あ、そうですね。あ、まあそうですね。あ、まあまあうまいんだけれども取りですね。はい、でこれが入ってきて。上がりました。うん。馬取りです。逃げるしかなさそう。はい。逃げます。しかない。はい。うん。そしたら取れは取れますね。取れましょう。はい。だここ、これ茶取りになってますから。ああ、そうか。こうやって、うん、逃げながら逆に、うんうん、茶取りにして。そしたらこれ取りますよと。なるほど。そしたら今度これが、うん。あれ馬さっき、ああ、こっちこっちに行けます。はいはい、わかりました。こっちは行けないから。あ、そうかそうかそうか。そうかそうかそうか。で、これで、うん、取りになってますになってるから、こうなって。うん。受けた。で、こうして。うん。うん。頭もまあ、頑張ってますね。うん。で、この子で、この、うん、兵を狙う。うん。これ、両方なんか、うん、そう、隠し出しになってますね。だから、突き上げる。うん。そして、この像を取る。うん、でここでね、うん、ゾウが逃げちゃったんだよね。ゾウが逃げちゃった。これが間違いなんですよ。あ、間違い。ゾウが逃げる。逃げるってことは、ここに逃げる。そうそうそう。そしたら、はい、あ、これは危ない感じがします。確かに。そしたら、これで、うん、積んじゃいました。積んじゃいました。これは大変。大ポカですね。そっか、2枚目がやられてしまいました。そう、だから象を大切にするあまりね、うん、まあ量に追われたりしたのかもしれない、うん、この横の見にくいですもんね。なるほどね、うん、まあこういう実践をやりました。はい、でね、さっきも最初に言いましたけど、実際にチャンゴン茶取りが成立することっていうのは非常に少ないけれども、うんうんうん、その2手前、1手前、2手前、3手前ぐらいに、もしここでうっかりこういうことしたら相手からちゃんと茶取りが来るなっていうのは察知されるのが普通です、うんうん、だからそれを含みにしてちゃんと茶取りがあるよっていう攻めが、うんうん、あるわけですね。なるほどね、うん、でそういう魅力があるちゃんと茶取りについてご紹介しました。あれですね、やっぱり子で引っかかるとかなりきついですね、うん、